オハモーニング。参拝中に失礼します。大阪旅でホームシック、ポシャッケシック。可愛い野良猫を見つけたのでついて行ったら、お寺にたどり着けました。ピエンないとこが近づいた瞬間にシャーッと怒り始めたよ。シャッケもなんだけど、猫はピエンさん近づくとガチウコするのなんでなんだろう。前日はうまい棒ショップにあるうまい棒神社に参拝に行ったんだけど、休園座れただけでした。そんでもって、お寺にあるぜんざい屋さんが気になりすぎたので入ってみることに。夫婦ぜんざい、お茶で乾杯。ノンアルで失礼します。おはー。深夜のセンチメンタルな心に染みるお茶犬のような懐かしさを感じてます。夫婦ぜんざい2種類来ました。小豆の種類が違うのかな。真剣に違いを舌の上で模索するけれど、味の違いがわからない。ビッグマックばかり日頃食べているから味覚センサーこの時点ですでに積んでた。最後にお店の人に聞いてみたら、2つとも同じものでした。なんで分けてんだよと思ったら、夫婦に見立てて2つのお椀に分けて出しているんだって。縁結びの効果もあるんだとか。そしてこの宮古昆布的なものがうまい。駄菓子屋行ったら絶対買ってた。縁結びのぜんざいを胃袋に奉納したばかりなので、最も効果ありそうな今こそ行動すべきなのでは。今日はもう22時過ぎているけれど、ちょっと悪い子になっちゃう。パーティーでもしちゃう。夜更かしユッケ指導します。現在23時、眠りかけた街と眠らない自分。今宵向かうクラブはここです。天ぷら大吉。ここは23時からやってる天ぷら屋さん。人がいない。やった一番乗りと思ったら奥に行列が。こんな深夜でも行列がどんどん長くなっていく。みんなグツグツ油のグルーブに寄ってきているのか。天ぷら DJ 揚げ太郎待機。並んだものの私の直前でいつも締め切られるあるある。黒猫がドンマイと顔を出し去っていきました。くー、念願の入店。座った瞬間に出会ってしまいました。ピールという名の運命の彼に乾杯。ごくごくっと好きだ。正面ラベルの傷はまさにロロノアゾロ。はい、好き。海の香りを感じるなと思ったら、天ぷら前にマグロがご到着。新鮮で美味しい。宝石みたいに透き通ったマグロが口に入った瞬間、ふわっと甘く溶ける。なんて幸せなんだろう。なんで魚がこんなに美味しいんだろうと調べてみると、ここのお店はもともと堺魚市場で働く人たちのためにあったみたい。魚市場のだけあって新鮮な魚が睡眠しているんだね。胃袋がもうこれで要は満足じゃ。帰ろうと呼びかけてきた矢先に、お待たせしましたーの一声。2本目のビールご指名と天ぷらの盛り合わせ。何を頼めばいいか分からず、お任せ盛り合わせにしました。もはや何が入っているのか分からない。ポケモンシルエットクイズ級の難問。でもそれがテンション上がる。まずこれだけは絶対間違えることのない。王道エビ天からザクッとプリッと。これが魚市場のプリプリエビプリよか。みんなも食べた？どうだった？うちの猫たちもエビ天大好きなんだよなぁと。またもやポシャッケシック。磯辺揚げや白身やイカ、取れたて新鮮な食材たち。鳥天なんかも入っていたけれど、やっぱり海の仲間たちが多めです。ビールを飲みすぎて胃の中が海みたいに波打っているので、次々と魚が集まってくる。悪酔いしそうな水しぶきがゆらり波立つバンバンバカンス。こんなお店が会社で残業帰りした時にあったら、立ち寄ってそのままスーツで海に飛び込んで、そのまま朝まで太陽と打ち合わせしちゃうだろうな。かぼちゃには天つゆではなく塩をかけてかぶりつく。甘い。かぼちゃ天が一番好き。だってさ、周りを見渡すと一人で来ている人が誰もいないの。よく見ると大学生が多い。この時間から揚げ物フィーバーできる若い胃袋も勢揃い。そして隣のカップルは、これサクッとちょい飲みしたらそのまま海に行こうかって話していたり、青春に圧迫されないようにこちらも天ぷらがついて胃袋領域展開しております。周りにどう思われようが、私にはシュワシュワ笑いかけてくれる最強のビールの酒彼氏がいるんだい。そう思いながら、細い人参だなぁと思いっきりかぶりついたら、殻付きのカニの足でした。ガリッと歯がゆい。ちょっとやさぐれてアサリの味噌汁入っていた貝殻を床に投げ捨てる。アジの濃ゆい味噌汁、これはテキーラさながらの破壊力で覚醒。この名物のアサリの味噌汁、食べた貝殻は地面に捨てることが流儀なんだって。王に従いなんだけど、これまでの常識があるのでためらってしまう。捨てるたびに罪悪感に蝕まれるのでした。ここらでお口直しのナスの浅漬け。てか、一つ一つがざく切りで大きく、噛んだ瞬間にナス汁ふなしい状態。よく数えたら天ぷら15個もあったので、脂っこさをリセットするのに最適。焼肉におけるキムチ的ポジ確定です。そして私はやっちゃいました。白ご飯を注文。右も左もほかほかご飯にがっついているのを見て真似したくなっちゃったんです。隣の人が食べているもの、いつも気になって頼んじゃうんだよね。天ぷらとタレをかけて作ってワクワクしたら簡易丼の完成。天丼は通常メニューでもあるけれど、私はこのスタイルでいきます。 Hey DJ かませイエイイエイイエイ、気分上々で。胃袋のダンスフロアはひときわにぎわっております。23時とは思えない爆食で血糖値爆上げ。深い海の底に沈んでいきそうな眠気発生。このままだと大吉で目を
を開けるのも億劫な深海先のみ独身女になってしまう。90分制なので一瞬かなと思っていたけれど、天ぷらで90分はなかなかあり余る時間でした。いい子なので私は帰ります。ごちそうさまでした。難波の喧騒から逃れ、住宅街の中にポッと現れた本日の宿。部屋に入ると圧倒的既視感の間取り。大学1年生初めての一人暮らしの時を思い出す。家から飛び出せる喜びとは裏腹に、家賃の高さに驚いて、結果的にユニットバス 1K6 畳に住んでた。卒業まで住んだけど、早く引っ越したすぎて、広告系の仕事に就いたらいい部屋住めるかなって、ピカピカのスーツ着た説明会帰りに宣伝会議買って帰った記憶。次の日、おはモーニン。今日も酒彼氏と待ち合わせしているので、メイクします。最近涙袋をね、これで使ってるんですよ。モンジョン。モンジョンっていう、なんか韓国のメイクアップアーティストさんのコスメがロフトに置いてあって、涙袋を書くペンで、キュイン、キュイン、キュイン。できてる。今まで涙袋をうまくできなかったんですけど、簡単にいい感じになるという。パッチリ。朝食会場一番乗り、平成の台所。炊きたてご飯に目玉焼きにハムステーキ。BGM は NHK のニュース。実家の朝食を思い出して帰省しているみたい。朝日のビールグラスだったので、え？迎えに来てくれたの？って期待しちゃったんですが、麦茶でした。久しぶりに食べたハムステーキが。おいしい。よくおばあちゃんが焼いてくれてたな。薄いハムにマヨたっぷり乗せて食べるのも好きだけど、ハムステーキは別格だった。とろりと口の中で溶けていく半熟の目玉焼きのように、栃木の実家で過ごした思い出が蘇る。ポワポワと日向ぼっこ気分の日々が退屈で、早く都会に出たいと願った17歳の自分。安心できて美味しいご飯が毎日そっと用意されていた場所が、今では恋しい。家族と過ごしていた頃を思い出して、朝からちょっと泣きそうになった坂村でした。最近のポシャッケ。ここ最近はずっと大阪の記録の改造の上映が続いていたので、シャッケたちの様子出せてなかったなと思って、グリコについているお菓子のおまけみたいな感じでこのコーナーを作ってみました。ご覧の通り猫様たちは元気です。最近ね、シャッケさんはこの大きい体でそんなところ行けるわけないだろうみたいなところに行くことにハマってるみたいで、その様子を見てポッピーも真似をするっていうのが続いてますね。あとはもうずっと二人ともゴロ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 して、シャッケさんに関しては私の作業机でこうカチ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 打っている時に寝てるんですよ、目の前に。やっぱこう寝てる人が近くにいると仕事の効率が落ちるみたいな話あったりするじゃないですか。もうそれがね、猫で起きてるんですけど、まあ可愛いから OK です。どかそうとするとね、結構防備用ロゴン級のパンチが飛んでくるんで、ちょっと怖くてね、あんまり移動もさせることもできないので、やっぱ猫に従うのが我々下目の定めなのかなって最近は思うようにしています。ということで、誰とも元気です。しまい。本日もご視聴ありがとうございました。次の日はしっかり胃もたれしていた坂村です。深夜食堂みたいに深夜から空いてるお店ってめちゃくちゃそそられますよね。昼間の牛丼屋よりも深夜の牛丼屋の方がなんかしみるみたいな、わかりますかこの感覚。どうやら深夜には秘めたる力があるみたいです。ほんじゃん。